さあ、軽くね、部屋紹介というか、なんというか、おもちゃの街がね、移動しました。ここにね、というか、テーブルの上に超大きいモニターを置いたので、机の上にね、いつもここに、あの、机の上にあった、このおもちゃの街が、邪魔になったわけですよ。そして、こちらに移動しましたと、これ逆だな。これが逆だ。これね、プリキのね、駅なんですよ。これ、ブックオフで見つけたんだよね。ブックオフバザールで。おいしょ。 ちょっとね、今ね、いろいろ障害物があって、あんま近づけないんだけど、まあ、こっちにもあるんだけど、まあ、おもちゃの街がね、一旦避難したって感じですかね。はい。と壁とかもこんな感じでね、ちょっと行きたいんだけど、まあ、今ね、徐々に部屋もね、片付けて、物も減らしつつ、増やしつつ、えー、整理しているかなーっていう感じですかね。やっぱこのトミカタウンビルドシティがね、素敵すぎるんでね、また、このね、トミカタウンビルドシティのね、紹介動画もいっぱい上げていきたいところなんですけど、 もう新製品も発売されずに、うん、なんか終わっていきそうな勢いなんですよね、タカラトミーが。トミータタン・ビルド・シティのシリーズをね、だから不安なんですが、まあ僕はね、大好きなんでいま、えー、だに遊んでますよっていうご報告でした。